でここをですから、まあ、先生は身長45なんかでもですね、まあ、無の思想といいましょうか、無の哲学というかですね、いろいろずっと変えてきておられて、まあ半近代ですよね、これをそうずっと言っておられるんですけども、まあこれ難しい話になるんですけど、今回はそういう話をちょっとしていただきたいんですけれども。そうですか、はい、どう言ったらいいのかな、いくつかのことが気になってるんですが、一つはね、まあ、西田さんがおっしゃってるような近代主義、近代主義ってのは何かというと、やはり人間がとにかく無限の自由を求める、特に西洋から始まったね、近代主義の一番根本にあるのは人間が無限の自由を求める、それで欲望をできるだけ発散して欲望を満たしていきたいという、まあ、そういう一種の貪欲さなんです。でまあ、貪欲であること自体は別に、まあ、それ自体が悪いわけではなくて、人間というのはまあそういうところがありますよね。だから逆に貪欲さがあるからこれだけまあ文明を作ってきたとも言えるわけで、まあ、そのこと自体は全面的に悪いわけではないんだけれども、ある段階からそれがちょっと行き過ぎて、とにかく富を作ること自体がもう自己目的になってしまう、とにかく自由を求めること自体が自己目的になってしまって、何かちょっと窮屈なことがあったらもう嫌だと、これとんでもない話だという話になってくる。でそういう段階まで来てしまうと、これ何のために経済成長しているのか、何のためにグローバリズムでどん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 地球を狭くしているのか、何のためにこう高速で電車を作っているのか、よくわからなくなってしまうんですよね。それ自体が運動になってしまって、でそうなってくると、何かこうやってること自体が虚しくなってくるというかな、でつまんなくなってくるという気がするんです、でどこ行くのかもよくわからない、でそのつまんなくなって何がやってるのかよくわからない状態というのは、とりあえず、まあ、そのニヒリズムといいますかね、無というふうに虚無ですね、虚無が人間をこう支配しちゃった時、人間死んじゃうんですけどね、本当、まあ、本当はそうかもしれないですね。だけど、まあ、一気に何かが崩れるわけじゃないんで、今の状況はみんなその中でそれなりに日々考える、日々楽しく過ごせるから、日々その新幹線乗れば一気に、ね、九州まで行けるし、九州でまた温泉に入ってまた帰ってくるとか、なんかそんなことやって楽しんでるだけな、だけどそんなことばっかり続けたって別に大して面白くない、で面白くないから全体的に何か人間が衰弱してくる、まあ、そんな状態ですね。だから非常に緩やかな形で虚無感が全体に広がってるっていうのが今の状況でしょうね。そうでしょうね、だからまさにニヒリズムで、大事なものっていうのがないんですよね。ですから、これはで、まあ、ないから、まあ、とりあえず お金というのは大事なものがない人にとって一番いいんで、つまり何がしたいとかいうものはないと、しかしお金がさえあったら何でも買えちゃいますからね、何したいんじゃない、何か分からんけどとりあえず金貯めとこうかと、で大体価値がそれで得られますから、そういう形なんですよね、でそれともう一つはね、やっぱりね、そのね、何もしたいことがないとね、隣の人が気になるんですよ。だから自分でやりたいことがないと、隣の人が何がやってるかってことが気になって、隣の人と同じことをしたい、で隣の人よりもうちょっと一歩先に行きたい、でそれは先ほどの金の話でね、人よりちょっと金持ちたい、別にそのものすごい金を持って何をしようってわけじゃないんだけど、隣が10万円当たったら俺は、15万円当てたいとかね、100万円なら150万円にしたいとか、まあ、そういうなんかこう20日ネズミがこうやってやってるような、そういう競争をずっと延々とやってますね。でそれがまあその程度でしたらまだ可愛らしいもんなんですけれどもね、それがとにかくそのお金をボンと儲け出してくると、今度はゲームでしてね、もう一つそれじゃこんだけ儲けたら100万1日で入ったら次は一挙にですね1000万儲かる方法、いやこうした1億いく、それをシステムでやっちゃうと、もう未来永劫ですね、どんどん入ってくる仕組みがあると、とかね、なんかそういうこと考えちゃうんですよね、これは。でそれでとりあえず金ありますから、大きな別荘を買ったりプール付き で飛行機乗って、飛行機を買ったりも含めてね、あるんですけれども、私も先生も全くそういうことには興味ないんですけれども、しかしもともと日本じゃあんまりそういうこと興味なかったと思うんですがね、外国でアメリカで例えばそういう金持ちの話が出てもああすごいなと思うけど、別にいらないよねと思っていたのが、なんか最近そういうことを平気で、そういう夢をね、なんか言って語ることを恥ずかしいとも思わないし、で実際にまたそういう人がどんどん出てきましたよね、昔と比べて数が、まだまだ少ないとはいえ、そういう話になっちゃって、で片っぽでそういう人がいるかと思えば本当にまあフリーターっていうかニートと言いましょうかね、
いう方もいると、うんうん、でこれなんかやっぱ歪んでますよね、ここは。非常に歪んでますね、ここは。だからやはり今おっしゃったように、日本人は本当はそういう言い方をしてるはずじゃない、もう少しみんながレベルを落としても構わないから、もう少しみんなが似たような生活をして、そのあまり格差がつかない、でだけどみんな大体あいつも ああいう生活してる、でそれ見れば大体生活のパターンが分かって、でどういうことを考えてるかって分かる、でそういうところで緩やかなコミュニティみたいなのがあって、お互いに連携し合ってある程度価値観を共有できるっていうのは本来の日本社会なんですよね、うん、である段階までは確かにまあそれはあったんだけど、まあ、この20年間ぐらいで急速にそれ崩れていってますね、特にもう10年間ぐらいで崩れていきましたね、うん、やっぱりこれは何ですかね。一つね、さっき先生言った自由の話で、もともと要するに何々からの解放ですね、うん、解放させていって、それ自由になったらいいんですけれども、うん、自由そのものがいいんだという話になっちゃってますよね、うんうん、今、うん、でそれでどんどん何が出てきたかというと、人間抑圧するもなくなっちゃいましたから、それはモラルからですよ、はいはい、まあ、法律から、ね、もう含めてもう随分もう根本的なところが変わっちゃってきたと、ね、まあ、だから、ね、まあ、ある種の恥じらいとかいうことも含めて ね、そうですね、なくなってますよね。僕はね、やっぱりそのね、日本人が本当にそういう意味でこういう先ほどから言ってるような経済成長を本当に追い求め、自由を追い求め、近代主義というものをとことんやろうというほどの覚悟があったとは思えないんです。そうですよね。で本当にそういう覚悟があれば、まあそれはそれで行き着くところまで、ね、行けば、うん、まあ、そこからまた次のところに行けるのかもしれない、うん、だからアメリカはやっぱりある程度そういうことを意図的にやってますよね。そうでないとアメリカって国はまとまらないですよね、うん、アメリカって常に新しいことをやって、あとここに面白いものがあるぞ、次はここがあるぞっていう、そのフロンティアをいつも求めるところでね、うん、でしかしそのアメリカでさえも他方で宗教的な信条が非常に強いですから、そうですね、アメリカってのは宗教大国ですからね、他方 で、そういうものに対する批判もものすごく強いんです、うん、だから逆に宗教的なものがこちらにあるから、特に福音派のね、プロテスタントの福音派の勢力が強いですから、逆にその科学というものを唱える人たちもやたらものすごく科学を唱えるわけですよね、うんうん、でそういう2つの力が拮抗しながらアメリカっていうのはやってきてるんだけども、うんうん、僕は日本人に何かそういう、こう葛藤だとかあるいは覚悟というのがあったような気がしないんですよね、うんうん、でそれは一つものすごく気になりますね、うんうん、つまり我々はなんとなくいつの間にかこの状況に巻き込まれてしまった、まあ、だからね、僕もそこなんですよ。例えば、まあ、まあ今安倍総理が例えばTPP の話もそうですけれども、まあこれ実際何をよくわからないんですけどね、まだ我々もね、要はグローバル化というのはですね、当然これからやるべきだと。それから、グローバル化の延長線上にあるのは要するに企業大国というのがですね、効率化ですよね、それがいいんだということをおっしゃってるんですけれども、それは本当に覚悟があってね、先生おっしゃったように、これやると、うん、とんでもないことになっちゃいますよと、うん、日本人が日本になくなっちゃいますよと、うんね、それでもやらざるを得ないんだと、うん、言ってやるんだったらまだね、分かるんですよ。ところがその話、そこがあるから私たちはものすごくその反対してるわけなんですけれどもね、それなくてですね、もっとフワーンとこうだって、それの方がみんな楽して儲かっていいじゃんというような感じのね、割と浮ついた形で議論が進められてるような気がして仕方ないんですよ ね、そうですね。それは安倍総理というよりも安倍総理の周りにおられるね、うん、学者知識人の方々もそうですけれども、うん、本当にどこまで覚悟してね、うん、やってるの言ってるのか、そうです、ね、これがね、一番ちょっとそれは恐ろしい気がするんですよ ね、それはその安倍政権でも構わないし自民党でも構わないんだけど、その自由主義あるいは自由貿易主義というものを一つのドクトリンとしてね、うん、それを信奉して、まあ、とにかく我々その原理原則でいくんだと。でその結果としてその農業が潰れるかもしれないけど、まあ、それはそれでもしょうがない、その代わりそれはそれの保障するなりなんなり別の形でカバーするんだというふうなことがはっきりとして、そこまで覚悟してればまだいいんだけど、うん、そうじゃないですね、うん、なんとなくアメリカがこうやってるからっていう、まあ、全体的にそういう流れの中でずっと来てるんですよね。これ本当にね、ちょっとそこがね、本当にあれなのと、それともう片方でアメリカの話がありましたけど、本当はヨーロッパがありますよね、うんうん、ヨーロッパはアメリカのそういう考え方に対していつもノーでやってきたのが、しかしこの10年、うん、20年ヨーロッパも結局は、まあ、アメリカ型のこの経済社会に対抗するためには
ね、一つの経済圏、まあ、EU を作ってですね、そして ある種のミニグローバリズムですよね、ここは地域のこの中 の、 統合して、うん、で 対抗していこうという話にしちゃって、で結果何が起こったかというとですね、まあ、ドイツとか、ね、そういうところは勝っちゃうけれども、他の国は大変なことになっちゃうという話 で、 でドイツというのはヨーロッパだけでも一番アメリカとちょっとある種似たようなところがあるところがありますよね。だから何かね、だから本当はストップをかけるべきはずのヨーロッパですらですね、まあ巻き込まれちゃって、で困ったことになってると、まあヨーロッパは本当は内心は相当これ困って嫌がってると僕は思いますけどね、ただまあどうやっていう形で歯止めをかければいいのかっていうのはちょっとヨーロッパにもよくわからないんでしょうが、まあ今の状況はもうちょっと EU は出口なしっていう状況ですよね、ですよね。だから本当したらひょっとしたら EU はまた崩壊する可能性もないわけじゃない、だから結局あの実験はやっぱり失敗したんですよね。そうでしょうね、それかなりね、もう国の統治としてもそうだし経済政策としてもそうだし、それはもう要はこの間出てきたのがいわゆるあれですよね、新自由主義というかシカゴ学派が一番こう持ってきて国境を越えて人金物を、ね、効率よく動かすのが一番いいんだと、で国が財政指導なんかしたりですね、国というものが出てくる必要がないんだという発想ですよね、で、まあ、それがとことん失敗してきたんですけれども、片方でそれを、まあ、批判する勢力もやっぱりヨーロッパ、まあ、アメリカでもありますよね、アメリカもあります。それは先ほどの宗教的なものが、ね、ありますからね。ところが日本というのは、まあ、一応佐伯先生、はじめですね、何人かの先生はそういうことをおっしゃってる、まあ、私も政治家の中で言ってるんですけども、どうも理解が足りませんね、我々これはだからこれはまあ日本的な、ね、精神というのは何かというのは確かに難しいことは難しいんです。いろんなものが武士道もあるし、いろいろなものがあると思うんだけど、我々はやっぱり精神的に安定できるもの、何か社会の軸になるもの、それを少なくともある程度は共通理解として持たないとね、このままずる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 漂流してきますね。だから繰り返しますけど、まあ、アメリカは国の成り立ちからしてね、非常に近代主義的なところがあるんです、だから近代で突っ走るってのはそれしょうがないわけで、アメリカの宿命みたいなところがあって、で向こうはそのことの意味もある程度分かりながらもう、どこまで行くかっていう実験をずっと延々とやってるんですよね。